くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる、くるぶしです。はい、ということで本日も、ちょっと久々に、ソロでお送りいたします。今日はですね、少しだけエロ企画、自分のリスナーならおっぱい見せてとお願いすれば見せてくれるんじゃないか説を検証してみたいと思います。はい、僕もですね、おかげさまで、いつもリスナーさんに助けていただいてるんですが、まあね、当然そんなおっぱい見せてなんて言ったこともないですが、丁重にお願いすればもしかしたらワンチャンね、見せてくれるんじゃない。もし見せて見ていいよってなったらね、ちょっとそれでしこりたいなと。で、今回はですね、まあ結構リスナーさんと LINE 交換とかってまあ今は全くしないですけど、古いお客さんだと何人か、ちょっと知ってて、そのうちの一方に、ちょっとね、LINE でちょっと頼み込んでね、おっぱい見せてもらおうかなと、思います。YouTube とか、ミュージシャンとか、何らかのこう、表現者になれば、おっぱいを見れる、そんな希望が持てる、動画になると思います。早速行ってみましょう。それでは行きましょう。レディゴー。じゃあその方にですね、ちょっと今から LINE してみようと思います。なんて言ってばいいかな、ごめん、まず最初は謝り入れとこう。申し訳ないんだけど、おっぱいって見せてもらえたりする？もらえたりする。はいはい、俺が打った分がですね、ごめん、申し訳ないんだけど、おっぱいって見せてもらえたりする？写真送って、キラキラ。じゃあこれは早速送ってみたいと思います。じゃあ送信いきます。じゃあ送信。どうでしょうかこれ。じゃあちょっと待ちましょう。お、既読がつきましたよ。既読ついた。来た。待って、おっぱい見れるかもしれない、マジで。これでも今、画面録画してるんだけど、おっぱい出ちゃったらごめんね、本当に。でも他の、なんか広い画像とか送ってる、来るパターンもあるよね、もしかしたら。あ、は、え、ちょっと返信来ました。は、何言ってんすか。冗談もほどほどにしてくださいよ。めちゃくちゃ気持ち悪いです。さよなら。やべえ。めっちゃ怒ってんだけど、やば。やば、ちょっと謝っとこうか。ごめんなさい。どうしよう。ちょっと出来心でって。ちょっと出来心でって送りました。どう、やべ、めっちゃ怒ってんだけど、やめちゃくちゃ気持ち悪いです。すげえショックなんだけど、マジで。ほんとごめんなさい。やばい、マジでもう既読つかなくなっちゃった。ブロックされちゃいました。リスナーでもね、やっぱりおっぱいは見せてくれないみたいな。もうちょっとマジで若干マジへこみしてるんですけど、ただでもリスナーがですね、一人減った井出くるぶしですが、11月の6日土曜日、原宿レノン、
にてですね、開催される頑張れレノン君チョモラガーデンボリューム38井出くるぶし37歳バースデーパーティーというイベントが開催されます。イエーイ。僕にもね、ゆかりが深い、アーティストが他2名出てくれます。出演がですね、チョモララテ、井出くるぶし、五十嵐信春京子。結構前にチョモに紹介したいアーティストを紹介するっていう、企画で出てくれた僕の、戦友五十嵐信春。そして、この間ですね MV うなぎいくすという、MV を僕が初めて、ディレクションしました。京子ちゃん、京子さんとはですね、がっつりした共演は初めてです。でもステージはちゃんと見たことがないので、どんなステージをしてくれるのかね、楽しみでございます。そしてオープンがですね18時、スタートが18時半、前売り券3000円、当日券3500円、お誘いをしていただいて本当にね、嬉しい限りです。何歳になってもこうやってお祝いしてくれる方がいるっていうのは、本当に仲間がいるっていうのは本当にやっぱり嬉しいですし、誇りに思います。皆さんと楽しい一日を、安全に過ごせるよう、努力しますので、ぜひ遊びに来てください。概要欄にですね、一応くるちょもチャンネルの2人の予約メールアドレスを、入れておきますので、見に行きます、何人で行きますみたいな感じでメールしてくれれば、嬉しいです。ぜひ遊びに来てください。本日はですね11月6日の、ライブの告知と、リスナー1人失いましたの報告でした。ありがとうございます。おっぱい大好きです。